この動画では僕の大好きなベルギービールを少しずつ紹介していければいいなと思っております。そしてですね、この動画の中で一つ大事にしておきたいことがありまして、それはいろいろな食材とのペアリングです。ある食材にそのベルギービールが合うのか、もしくは合わないのか、その食材にどのベルギービールが合うのかっていうのを探していけたらいいなと思って、はい、早速ですね、本日のベルギービールを紹介していきたいと思います。じゃん、シメイレッドです。これは僕の大好きなベルギービールですね。シメイはシメイレッド、ホワイト、ブルー、ゴールド、グリーンとか甘い何色かあるんですけど、このビールはですね、僕が一番ベルギービールの中で多く飲んでるビールと言っても過言ではないビールだと思います。この大瓶 750ml あるんですけど、この大瓶はプルミエールと呼ばれ、スクールモン修道院で最初に醸造されたシメイの元祖のビールで、スクールモン修道院ってベルギーの中の首都ブリュッセルのちょうど真南にの橋の方に、南に行ったところにスクールモン修道院っていうのがあります。それでは開けていきたいと思います。スパークリングワインみたいな、では次に行きたいと思います。そうですね、こんなにちょっと茶褐色の、茶色系の色をしてますね。アルコールは 7%、 日本のビールからしたらちょっと高いかもしれないですけど、それではいただきます。これですね、このなんていうんですかね、そうですね、このザラメ、このザラメみたいなこの甘さ、ザラメのような甘さっていうのが結構ベルギービール、ザラメとかカラメルとか
そういうベルギー、甘さがありますよね。それが結構好きですね。それではこのシメイレッド、本日のビールシメイレッドに合わせていきたい本日の食材はこちらです。じゃん、ウニ。まあ、僕ウニ大好きなんですけど、多分なかなかウニにベルギービールを合わせるっていうのはないと思うんですよね。まあ、さてこのウニにベルギービールシメイレッドが合うのかどうかっていうのを、どうですかね、合うんですかね。とりあえずウニを食べていきたいと思います。で、僕ウニなんですけど、海苔にウニを巻いて食べるっていう食べ方がすごい好きなんですけど、こうやってですね、いただきます。醤油をつけて、うん、たまらん。この鼻からこのウニの香りが抜ける感じ、あと海苔のこの磯の香りが混ざった、この何とも言えない美味しさ、もう一個いただきます。ウニとビールはちょっと痛風になっちゃう。ただやめられませんね。うまいっす。そこでこのウニにシメイレッドをペアリングするって合うんですかね。いただきたいと思います。ん、あかん、合わないかもしれないな。なんかそんなマッチしてないですね。ウニの美味しさとこのシメイレッドの美味しさが共有してないというか、オマージュしてないというか、まあ別にまずくはないけど、ペアリングとしてまずくはないけど、やっぱりそんな合うっていう感じではないのかな。合わないな。鼻から抜けるこの香りの余韻があんまり美味しくないですね。まあ別々の美味しさだね。なんかあんまペアリングしてないウニの個性とシメイレッドの個性がこう手を取り合ってないというか、それぞれは美味しいのに、最後の余韻がね、やっぱ喧嘩してんだよね。シメイレッド、うまっ。で、今なんだろう、ウニの磯の香りとシメイレッドのビールの香りがこう一旦中に入ったのが抜けてきてるんですけど、その抜けるときに喧嘩してる。美味しい。うん、うまいけど、美味しいです。喧嘩する。やっぱアルコール強いからね、クーってなる。シメイビールは
1862年よりベルギー王国スクールモン修道院で醸造されているトラピストビールの一つ。院内にある井戸から汲み出される天然水と大麦麦芽、酵母、ホップなどで醸造された後、院内二次発酵される自然熟成ビールです。醸造事業による余剰利益は開発途上地域への社会事業として主とされています。シメイプルミエールラストにいただきます。あかんうますぎる。それぞれの美味しさ、ウニごちそうさまでした。それではですね、ウニをいただいたところで、ベルギーといえばチョコレート、じゃあベルギー産のチョコレートですね、まあ、これと一緒に最後は締めていきたいと思います。ミルクチョコレート、甘いチョコレートですね。チョコレート、うん、ウィズライスクリスプ、クリスプがちょっとサクサクして美味しいです。バンデンブルクミルクタブレットライスクリスプ、ゴルドンベール、バンデンブルクだね。バンデンブルク、うまい。でね、このやっぱベルギーといえばチョコレート、ベルギーのビール、合わないわけがない。合うんですよ、やっぱりこの鼻から抜ける感じが合うんですよ。ペアリング、時間をかけて飲んでられるというか、このチョコレートとベルギーのビール、時間をかけて、ビールの余韻でチョコレートがいける、チョコレートの余韻でビールがいけるっていう、このエンドレスですわ。このビールの余韻でチョコレート、このチョコレートの余韻でビール、無限だ、無限、無限ループ、あかんね、チョコレートは止まりません。おいしい、シメイレッド美味しいな。やっぱちょうどいいですよね、シメイの中でも。シメイレッドってブルーは もっと重くてアルコールも高いんでそんな飲めないし、ホワイトはブロンド系の色をしてて、まあアルコールもシメイレッドよりもちょっと高いんですけど、やっぱレッドはいっぱい飲めるというか、そこがいいですよね。ごちそうさまでした。はい、ということでね、今日はウニとシメイレッドをこうペアリングしていったわけですけども、やっぱ両方美味しいんですけど、やっぱウニはこう僕の大好きな寿司屋に行ったら絶対頼んじゃうウニ、かたやシメイレッド、ベルギービールの中でも僕が一番、トラピストビールの中で一番飲んでるビール、シメイレッド、これ両方美味しいんですけど、こう一緒に食べる、一緒にこう食す、飲食するのはやっぱり合わないかなと思いました。なんでね、このウニに合うベルギービール絶対あると思うんで、今後見つけていけたらいいなと思います。シメイレッド、シメイレッドに合う魚っていうのを見つけていけたらいいなと思っております。本日はご視聴ありがとうございました。それではまた、バイバイ。